俺の名前はロバート・サンダース。ロバート、リフトの荷物を下ろしてくれ。了解。アメリカに住む19歳の工事作業員だ。幼い頃に事故で父を失った俺は母に女手一つで育てられた。だから俺はこれ以上母に負担をかけたくない。一人前にしてやるから頑張れよ。はい。一心で高校卒業と同時に就職した。幸いなことに俺は上司や同僚に恵まれ、入社1年でフォークリフトの免許まで取らせてもらえた。よくやった。これでお前も活躍の場が増えるな。ありがとうございます。そんな折、会社が大規模な橋の補修工事の受注に成功した。ああ、ありがとうございます。ロバート、お前やってみるか。はい。なんとこの大舞台でフォークリフトを任せられたんだ。これはビッグチャンスだと思った。こうして始まった工事はとても順調に進んだ。今回の現場は天に愛されてるな。そうですね、晴ればっかりだ。天候にも恵まれて誰もがこの工事の成功を疑わなかった。しかし工事も大詰めと迎えたある日、思わぬ事態が俺たちを襲った。そっちは通行止めだ。ダメだって。おい、何やってんだ。なんと警備員の制止を振り切って1台の車が工事現場へと突っ込んできたのだ。しかも奴は荷物を吊り上げたばかりの俺のフォークリフトへまっすぐに突進してくる。ロバート、よけろ。ちっちゃー。俺はとっさにギアをバックにして思い切りハンドルを切った。幸いにも暴走車がフォークリフトに衝突することはなかった。しかし無理なかわし方をした俺の車体は橋を踏み外してしまったんだ。次の瞬間、背筋が凍る浮遊感が襲ってきた。自分の体が落ちていく風切り音の中、俺は自分に迫る死を感じた。それでも俺はこのまま運命に身を任せるわけにはいかなかった。母さんを残していけるか。母の顔が脳裏をよぎる。俺は必死に車内から脱出しようとした。だが外したはずのシートベルトが足に引っかかった。ちくしょー。声を上げるのと同時に凄まじい衝撃が俺の全身を襲った。うわ。俺の体は放り投げられたおもちゃのように無抵抗に宙を舞った。次の瞬間、バウンドしてフォークリフトがのしかかってきた。俺が最後に見たのは突き出たフォークの部分が俺の右腕をちぎる姿だった。どれだけの間眠っていたのだろうか。ロバート、よかった。ロバート。次に俺が目覚めたのは病院のベッドの上だった。それから少しして俺は医師から自分の現状について知ることとなった。ロバートさん、あなたの命を救うために右腕と骨盤から下の半身を切除しました。下半身ですか。そう、俺の下半身はフォークリフトによって押しつぶされていたんだ。あー、へそから下が完全になくなっていた。そして右手も。俺は現実を受け入れられなかった。なんだ、なんで生きてるんだ俺は。何度も生死の狭間をさまよいました。しかしロバートさん、あなたは生き残ったんです。幾度にも及ぶ医師の必死の手術で俺はなんとか生かされたらしい。その日恋人が見舞いに来てくれた。サリア、こんな体じゃ君を幸せにできない。だから別れようなんて言ったらぶっ飛ばすからね。彼女を思って身を引くつもりだったのだが、それを口にしようとしたら思いっきり怒られた。私があなたといるのは一緒に幸せになりたいからよ。幸せにしてもらうためじゃないわ。体を治すことに集中なさい。俺にはもったいないくらいのいい女だ。生きる希望が湧いた。それから数日して社長と一緒に上司も見舞いに来てくれた。君を解雇するつもりはない。体が治ったらまた力を貸してくれ。そういうことだからいつでも戻ってこい。ありがとうございます。俺は本当にいい職場に巡り会えたと思う。その後俺は3ヶ月ほどで退院することができた。退院おめでとうロバート。ありがとうサリア。リハビリを頑張ったおかげでその頃には義足をつけて自分で車椅子に乗れるようになっていた。あれから2年、今では会社にも復帰して事務方としてバリバリ働いている。ロバート、例の公共工事の入札の件、費用の見積もりを頼む。わかりました。関連と交渉してどこよりも費用を安く抑えてみせますよ。あと俺はサリアと結婚した。一生幸せにすると誓うよ。ありがとうロバート。これからもこの体でいろいろとハンディがあるだろうけど、彼女と一緒ならきっと乗り越えられるだろう。